はい、どうもこんばんは。今日は、X もクズだなっていうことで、話していきたいんですけど、昨日の動画の最後に、お話した、Twitter の、ことなんですけど、動画を見てくれた方は、理解してくれたみたいなので、嬉しいです。念のためもう一度言いますけど、あなたはヨシキさんに、フォローされてないです。昨日話したんですけど、ヨシキさんの、お手伝いさん、マネージャー、もしくはたまにヨシキさんさ、英語で、ツイートすることあるのね。多分さ、ボディーガードかなんかの黒人のサングラスかけてるような人が適当にバーって打って、まあ、それにあなたが、まあ、勘違いして、まあ、いいねリツイート、まあ、してるんだと思います。で、昨日の動画の、まあ、コメント欄にも、書いてくれてたんですけど、ヨシキさんは、そんな暇でもなければ自分の携帯でツイッターなんてやってないと思います。まあ、分かってない人もいると思うんで、もう一度さ、まあ、精神科の方に行ってもらって、冷静さを、取り戻せたら、考え直してみてくれ。で、こういうことを言っても、ヨシキさんは、お前と違って、心も綺麗で美しいと。で、ライブに行っても、私を見てくれて、目が合うと、笑顔を見せてくれる、まあ、笑ってくれるって思ってる、痛い、危篤患者のあなたに言いたいんだけど、まあ、お前を見て、まあ、ヨシキさんが、まあ、笑ってるのは正解なんですよ。でも、お前と目があったからといって、笑ってる、まあ、笑顔を見せてるわけではないんですよ。ライブや、ライブ映像見たことある人ならわかると思うんですけど、メンバーが、演奏中、まあ、MC でもいいんですけど、まあ、客席に向かって、笑顔を見せるシーンってあると思うんですけど、お前の場合は、あまりに似てない、コスプレと、醜いビジュアル、要所をしてるから、ヨシキさんが笑ってるんですよ。で、今の X だとヒースさんのベーストロあたりですかの時に、楽屋に4人下がるのね。4人下がった時に、トシ見た、あのアリーナにいた最前のあのブスみたいな、あれやばくねって、石塚さんはどう思う、酒がまずくなる。まあこんな感じで、お前は笑い者になってるっていう、このことを、理解してくださいということなんですけど、ここからは、今日のテーマの X もクズだなということで、話していこうと思います。で、なんで笑ってるかって言いますと、ここまで来ると、気づいてる人も、いると思います。こちらをご覧ください。まあ、これなんですけど、お仕事が終わって、家について、動画にコメントがあったんで、見たんですけど、こういうコメントが届いてました。これは、曲は X、ボーカルはゴミっていう動画があるんですけど、そこのコメント欄に書かれてました。で、読みますと、X がこいつら生産したんだろ、 X もクズだな、 X もひどいが、それに、まあ、この後見れないじゃないですか。見たいじゃないですか、何書いてあるか。で、クリックしたんですよ。クリックしたところ、こうなってましたということで、こいつも、コメント消してるんですけど、皆さんも、この後の、コメント、気になってる人もいると思います。いると思うんで出します。こちらです。はい、もう一度読みます。 X がこいつら生産したんだろ、 X もクズだな、 X もひどいがそれに乗っかる、こいつらは、救いようがなかったねっていうコメントです。で、まず思うのは、こいつこの動画見てねえかなって思います。で、お前知ってるのかわかんないけど、俺はずっと言ってきたコメントを1秒 0. 何秒で消そうが俺には届いてる。で、今回は、長文ではないけど少し長いじゃん、長めで書いてきたんだと思うんだけど、途中で切れてんのね。まあ、切れてるんだけど、まあ、YouTube スタジオでは、見ることはできないんだけど、俺のチャンネルの方では最後まで見ることはできるんです。皆さんはこいつ消してるんで、見ることはできないんですけど、動画を通して、僕は、今回も、紹介しました。で、めんどくさいんですけど、何か言ってきます。まあ、内容は置いといて、お前に言いたいのは、小学校卒業してますか。文章をさ、書くときに、句点や句読点を、入れないとさ、読みづらいのね。お前の文章さ、これ全部繋がってんじゃん。この生産したんだろで、点下丸で切る。で、X もクズなの、ここでも点下丸で切る。もしくは、下に下ろすとかさ、何かしないと
繋がってたら読みづらいでしょ、わかる？まあ、内容なんですけど、まあ、X がこいつらを清算したとか、X がひどいとか、それに乗っかる、サディストさんも救いようがないみたいなことを書いてるんだけど、言いたいのは、X も、サディストさんも全く知らないでしょ。この文章を見る限り、まあ、俺はそう思ったよ。まあ、他の人はどう思ったかわかんないんですけど、まあ、X もひどいがって書いてあるんで、まあ、X 嫌いな人なんですかね。で、お前に言いたいんだけど、11月の初めぐらいに、この動画消すんだよ。で、俺からは、最後に動画を見てくれてどうもありがとう。他の人はお前のコメントを見て、どう思うかはわかりません。以上です。はい、ということで、今日は、皆さんのコメントで、動画1本を作ることができますっていうことで話してみました。例えばなんですけど、コメントにあった、料理、料理チャンネル的な、好きな食べ物はとか、なんかお菓子はとか、料理しますかみたいな、コメントあったんですけど、正直、料理なんかしないし興味ないんですよ。僕食べれれば文句言わない人です。例えば今日カレー食べました、3日ぐらいカレーでも文句言わないです。さすがに1週間カレーだと食べたことないんで、食べてみないでわかんないんで、そこは何とも言えないです。でも、今日カレーだから、明日は、なんか中華とかさ、和食がいいとかさ、まあ、そういうのは全くない人です。で、お菓子は、スナック菓子が嫌いなんで、グミとかチョコレートとか、アイスクリームは、毎日のように、食べたりします。みたいな、こんな感じで、食べ物に、まあ、興味ないんですけど、まあ、どんな些細なコメントでも、動画一本に、することはできます。まあ、ただし面白いかどうかは、まあ、わかんないんですけど、まあ、多分面白くないと思います。で、今日は、こんな感じの動画になります。まだ先は長いんですけど、これからも頑張って投稿していこうと思います。はい、今日も、最後まで、動画を見てくれてありがとうございました。